ははいこんにちは、えー、休校中の皆さんの勉強を応援するウェーブ朝倉学校数学です。本日は2020年4月20日、えー、中1の数学の教科書の第3章方程式の最後、えー、方程式その3をやります、えー、文章題のその2ということで速さ時間距離の問題食塩水の問題をやりますで私は講師を務めます船橋市議で、えー、予備高校師の朝倉と申します。 で私の市議としての新型コロナ対応の、えー、情報発信は朝倉未来ある公式サイトの方でしてますのでご覧いただければと思います。それでは、中学1年生の学習内容ですが中学1年生はこの内容で順番に勉強し中学2年生はこの内容で順番に勉強し中学3年生はこの内容で順番に勉強しますそして、えー、この部分が3月に本当は学ぶけれどその学校が休校になってしまって学べてない部分。 そして、ここが4月に学ぶべき部分ですので、えー、ここを重点に今やっていきます。で、今、中1について、ここまで今日、本日来まして、明日4番に入ります。というのは、ここまできちんと説明しておかないと、中2の話がいけませんので、えー、まあ中2の話に行くために、今日、一時方程式の話までしておきます。それでは、えっと、今、私たちはコロナの危機の中で、この講座を開いております。 えっと、コロナで3月の16日に私が思いついた数式を紹介しておきますコロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7になるはずだろうということで頑張っていきましょうそれでは問題です、えー、2017年、えー、速さ、えー、速度距離時間の問題です2017年前期千葉県公立高校入試の数学の問題秋子さんは 1.8km 離れた駅に向けて駅 家を出発した。それから14分後にお父さんは自転車で家を出発し同じ道を通って駅に向かった。あきこさんは分速 60m お父さんは分速 200m でそれぞれ一定の速さで進むとするとお父さんが家を出発してから何分後に追いつくか、まあ、これはあの単に、えー、追いついていたのかそれともなんかあきこさんが忘れ物をしたのを届けてくれる優しいお父さんの中よくわからないですが。まあ えー、駅に着くまでに、えー、着くはずですね、この問題設定からすると。さて、それでは、早さ、時間、距離の問題というのは非常に身近な問題なんで、これも生活密着型の問題ですね。それでまず方程式ということを整理しておくと、これ、あの昨日も言ったんですがあの、例えばこういう問題、まあ、F さんは入場料1000円、えー、乗り物500円のテーマパークに行き、全体で使っ,使ったお金は8000円でしたと。 f んは何回乗り物に乗ったでしょうかということを何回とも求めるためにそれを X と置いて式を立ててそれを解いていくと答えが出てくとでこれが方程式を立てて答えを出すという流れですねでその計算の時には、えー、この計算のやり方としては、えー、移行するとここのプラス線が、えー、左辺のプラス線が右辺に行くとマイナス線になるというやり方がありますでこの2つだけを方程式の最低ラインとして確認した上で 本日の問題に戻っていきたいと思うんですが、でこの問題ですが、まず方程式ですから、わからないものをあの何分後というふうにしな、X にしなきゃいけませんね。で、これはもう赤で強調してますけど、明らかに何分後に追いつかというのが問題になってますので、これを X をすればいいということですね。さて、それでは、 あきこさんが14分前に出発して、お父さんが14分後に、まあ、そのあきこさんの14分後に出発して追いついたので、あきこさんも歩いてるんですね。で、そうすると、あきこさんの歩いた時間はどれぐらいになるのかと、お父さんが X 分とすると、あきこさんは何分ってことになるかというのを考えて、ちょっとあの考えてみてください。そそれでははきますでそうすうると実は あきこさんは、えっと、お父さんより14分先に歩いていることになりますのでお父さんは X 分歩いたとするとあきこさんは、X あまあ、お父さん自転,車で、ね、自転車で X 分走ったとするとあキこさん X プラス14分歩いたことになります。でこれを前提にこれからのこの問題考えていくんですがえこの速さ、距離、時間の問題は昨日やりました、まあ、値段、個数 あの合計金額の問題と一緒でこのバス停みたいな発想をすると分かりやすいですねでこれあの場所によっては見恥というふうに読んだりするんですけど私は恥じきって言ってます速さ時間距離ということでえこのバス停の下に書いてある2つの速さと時間をかけるとここが出てくると速さと時間をかけるとここが出てくるとそしてこれが割り算を示していて えっと速さを出すためにあ時間を出すためにはこれとこれをこれで割ればいいと距離を速さで割ればいいで逆に速さを求めるためにはこれをこれで割ればいい距離を時間で割ればいいということでこれがそのままあの計算の目安を示してくれるわけですさてでこのはじきの表も使いながらあの発想していきましょうそれで、えっとまあ、速さ時間距離というのは一番私たちに身近な話でありますので まあ慣れてると思うんですが、まあ、確認のため、えっと、今言ったことを確認していきましょう。まあ、自転車ママチャリの生活実感で、速さ、時間、距離をあの確認しましょう。でただし、この自転車、ママチャリにしては、実はじあの途中で信号がないような状態を想定して、結構、ママチャリとしては速い、はあの分速200メートルというのは速い方なんですけど。 あの本当はちょっと信号待ち時間とかあるからもうちょっと時間かかるんですが信号待ちがなければ大体1キロ先の例えば行田からイオンまでとか大和のイオンまでだと1 0 0ルぐらいですけどまあ5分ぐらいで行けますよね1 0 0ル割る、えっとまあえー、自転車で5分走って1キロメートル先1 0 0 0ル先の、えー、お,お店に行った、えー、自転車の速度はってことで距離 距離割る時間で2 0 0ル毎分2 0 0トルということが分かります。えー、そしてこの自転車、毎分2 0 0ルの自転車で10分走ったらということで、2 0 0ル毎分2 0 0ルで10分走ったら、えー、速さかける時間で2 0 0 0キロ 2000m、まあこれ、西船橋から行田ぐらいですね、えー、の距離。そして最後が、えー、っとこの距離が。 分かっていて、自転車の速度も分かっていると。そしたら何分かかるか。まあこれ行田から市役所ぐらいの距離ですけど、えっと3キロ、三0 0 0メートルを時速、あ、分速200で割ると15分と出てきますね。これ皆さんが普段やってる生活実感での計算がこの式になっているだけですので、まあ実感とともに確かめていただければと思います。それでは、問題に、まあ問題の解き方ですが、あきこさんは、 1> 1. この 1.8km って実は答えに関係なくてあのこの、これ以前につかないと問題が成り立たないので、実はこれ無視していいんですね。で、えっと、あきこさんとお父さんの速さ200ですね、速さ、で、時間がお父さん X 分ですね、を、まあ、問題に当てられている数字を書きます、そしてあきこさんは60、分速60で、えー、X プラス14ですので、それを書きます。 でまずこれを最初にするんですね。でそうすると、ここをかけたものがこのバス停のここに出てくるので、200x という距離が出てきます。で、こっち 60×x プラス14という距離が出てきます。で、そうすると、ここに自動的に実は方程式ができるんですね。このバス停を使うと、方程式ができまして、こういう形になりまして、これは順に計算をしていくと、まあ、200x イコール 60×x プラス14になる、確保閉じになるんですが、それを10で割って、こうなり、さらに、 えーまあ、2で割ってこうなります。まあ、これは一気に20で割ってもいいんですけど、まあ、順々やっていくとこうなります。で分配法則でここを外しまして、で最後にこの 3x をこう左辺からあ、えー、右辺から左辺に移行し、整理をすると x イコール6となります。で、x イコール6が本当に成り立っているかどうかを確認してみましょう。この6をここの x に入れてみます。そうすると、えー、200×6 で14 1400m ですね。 で、これ、6プラス14で20、20×60 ですので、1200で、1200で、こっちも1200になりますので、実は、剣山で合っていることも確認できまして、6分後ということになります。ということは、アキコさんは20分歩いたということになりまして、2人が追いついた距離は、家から1200メートルの先だったということがわかるんですね。はい。それでは、全く類似の問題が、 2011年にも出ておりますので、これでもう一度確認していきましょう。で、一回練習しましたので、えっと、YouTube を見てる人は、えー、さっきのやり方を基本に、えー、これを自分で、えー、解いてから次を見るようにしてくださいね。じゃあ、A さんは自宅から 1.8km 離れた駅、ま,あ、また 1.8km が出てきましたけど、今度は関係しますね。駅まで行くのに、初めは、えっと、70、分速 70m の速さで歩き。 途中から分速150メートルで走ったと、まあ、結構自転車に近い速度で走ったと、で20分かかった、まあ、つまり途中まで歩いてたんだけど、ちょっとこれ電車に遅れると思って最後に走ったんですね、これ皆さんも私たちもよく経験するその日常経験ですねで、歩いた時間と走った時間はそれぞれ何分か求めなさいということです。さて、YouTube を見ている人は止めて、まあ、バス停を書きながら考えてみてください。 それじゃあ、いきますね。こうなります。で、A さんは、えー、自宅から、あのー、まあ、これでまず、歩いた時間を X と置くんですね。あのー、まあ、どっちかを X と置くんです。まあ、でも、最初に歩きましたから、最初に歩いたのを X と置くと、走った時間は全部で20分ですので、20マイナス X 分となります。で、歩く時間と走る時間を合計すると、合計距離が出てくるはずだということで、えー、70、 と x でもこれは最初の70速度70で時間 x で距離が 70x になりますでこっちも150で、えっと、20-x でこうなりますでそれを足したのがこのちょうどここのところに、えー、式が出てくるんですねイコール1800になりますでちなみにこの問題では求められてませんけどもし、えー、その走ったと歩いたとの平均速度を求め って言われた場合には1800を20で割って平均速度90ですね、まあ、70と70である程度行って150と10で走ると平均が90ぐらいになるぐらいの平均速度になったということですさてここに式が立ちましたのでここをここに取り出してきて、まあ、まず10で割ってこうするとで展開をしてでこれを 300をこっちに移行して整理をしていくと、x イコール15となります。で、15を入れてみますと、これ15ですね。えっと、70×15 で1050。そして、これ15で 5, 5になりますので、5×150 ですので、1050と750で1800になることが確認できます。ということで、歩いた時間15分、走った時間5分ということになります。それでは、 実は、えっと、速さ時間距離の問題はこの2問でありまして最後はあのまた千葉のライバルの埼玉県で出た、えー、2018年の公立高校入試の数学の問題で食塩水を混ぜるうという問題をやってみたいと思います濃度が6%の食塩水と10%の食塩水がありますこのの種類の食塩水を 混ぜ合わせて7%の食塩水を 600g 作りなすその時に次の12に答えなさいと7%の食塩水 600g に含まれる食塩の質量を求めなさいで2番6%の食塩水 Xg10% の食塩水 Yg として連立方程式を作り6%の食塩水と10%食塩水をそれぞれ求めなさい連立方程式の思考を促す表ありということですが えー、実はこれ、中学2年生の連立方程式もでも解けるんですけど、あのー、昨日から言ってますように、実はこれ、一次方程式で解けるので、中学1年生の、えーまあ、これをちょっと問題を読み替えまして、実際の問題とは読み替えまして、食塩水、6%, パ6の食塩水は X グラムとしてですね、今までやったようなやり方で、えー、一次方程式を求めなさいということです。 でちなみに埼玉県の公立高校入試って千葉県と違うのはきちんとイラストを描いてくれてるんですね。えーっとまあ、ちょっともう少しせっかく混ぜるんだったら楽しそうに混ぜればいいと思うんですけどもうちょっと笑った顔にした方がいいと思うんですが、まあ、とにかくイラストがあるので埼玉県の公立高校入試というのは、まあ、千葉県よりちょっと親しめやすいですね。さてもう1つ千葉県は実は15年間食塩水を混ぜる問題出してません。 埼玉県は出してるんですけどなぜかというのは、どうでしょうかね、飛んで埼玉的に解説するならば、千葉県は周りが海に囲まれてるから、塩水には満足してる。る、埼玉県は海を持つのが県としての,あの県民の埼玉県人の強い願いなんですね、だから、まあ、海がない,ないから頑張って食塩水を作ろうというふうにしているのかもしれません。はい、それではは、えっと もんこういうふうになります。あでこの食塩水問題を考える時も実はあのバス停の発想を使いまして、えー、こういうまあネコきについて濃水症と私がこれも勝手に名付けたんですけど濃度食塩水の濃度そしてその水溶液量で掛け合わせるとその中に溶け込んでいた食塩の量食塩の量ができますで濃度水溶液量塩ですのでちょっと苦しいんですけど えー、国の省庁農林水産省のことの農水でそうすると,、えー、とさっきと同じ計算で濃度と水泳液量をかけると中に溶けてる食塩の量これ食塩水でやることが多いんですけど、まあ、砂糖水でも同じ原理でできますので砂糖水の場合には、まあ、あの溶液の問題だと考えてほしいんですけど溶質砂糖の量と考えてほしいんですけど。 えと濃度×水溶液量イコール食塩、えそして食塩を濃度であると水溶、これちょっとあんまり実感しにくいと思うんですけどこっちはわかりますよね、食塩を水溶液量であると、その溶液の濃度が出てきますえ。濃度というのは100分のいくつという形で計算をしますので、えー、とこのバス停の発想を使いながら、100分のということに留意しながら、えー、このバス停でもう一回戻りますよ。 6%の食塩水のバス停と10%の食塩水のバス停を足し合わせて、で最後に7%になったというような式を書いていくんですね。それでは、やってみましょう。こうなります。で、まず6、6%の食塩水のバス停をここに書きます。そして10、10%の食塩水のバス停を書きます。で、そうすると足し合わせてこうなるということですね。で この濃度の時には注意してほしいんですけど、6%当たりに100分の6ということですので、100分のというのは必ず入れてください。100分の6で x ですね。これ、食塩水 xg とします。で、こっちは100分の10ですね。で、これ600マイナス x ですね。えー、合わせて 600g ですから、600g。600マイナス x。でこ、そしてそうすると100分の7になって、600g になった。ここまでは問題文に書かれたあるままです。 でこのオンダーに書かれてるままの情報をまず書いて、それから計算していくんですね。そうすると、これをかければいいから、100分の 6x。で、これ、100分の10かける、かっこ600マイナス x。で、これ、実はこれを2つかけて、42。で、ここに式ができるんです。このバス停を使うと、ここに式が自動的にできまして、で、これを解いていけばいいんですね。はい。そうすると6、6%の食塩水400グラムということになります。 そして10%の食塩水はまあ引き算して 150g ということになります。という形で食塩水問題もこの形で解けます。で、え実は、あのー、このこれまでやった過不足問題、まあ、過不足問題はバス停使わないですけど、あのーねえー、合計金額問題、そして距離、速さ、時間の問題、そして食塩水を混ぜ合わせる問題というのは典型的な 方程式のののの文章題ででで、えー、このバス停の形できれいに解けるので紹介させていただきましたじゃあ全ての方程式がこのように美しくこういう形で、えー、まとめられるかというとまあいろんなパターンの方程式の出し方がありますので絶対こういう形になるわけじゃないんですけど公立高校入試だと大体このバス停パターンで出されることが、えー、で解けるパターンで出されることが多いのでまあこれに慣れていただくと このように当てはまらない発想でも同じように発想ができると思いますから他の問題についてもヒントとなると思いますし、まあ、多くは、えー、中学生にの向けの問題ではこの、えー、3つが第4つですね、約束問題、食塩水問題、えー、合計金額問題、えー、そして距離、速さ、時間の問題が代表的ですので慣れていただければと思います。えー、それではまた明日。 まあ、お会いしましょう。ということで。